今回は憧れの名車をラジコンで再現したい、そこで用意しました。こちら FF01 車種、そして PA02 車できましたよ。ずっとこれが作ってみたかったんですよね。いやーマジかっこよくないですか。これは本当にいいわ。でこの車ですね、パイクスピークっていうオフロードのヒルクライム競技に出てたマシンですね。最近は全線舗装されてターマックになってるみたいなんですけど、パイクスピークっていう山を駆け上がる競技があるんですよね。でこれの実車なんとツインエンジンなんですよ。実際にはですね、このカラーリングで走ってた頃はツインエンジンじゃないみたいなんですけど、でもですね個人的にこのカラーが好きなのでこのカラーにしつつ、ツインエンジンって響きにすごくロマンを感じるので、ラジコンでもこれは絶対再現したいとずっと思ってたんですよね。ということでオープン、車種を見ていただこう。結構定番カスタムかもしれないんですけど、前に一つモーターが、そしてプロペラシャフトやドライブベルトはなく、リアにもモーターが、これですよ。前後に1個ずつモーターをつけてツインモーター仕様にしていました。正直ですね、これが速いかどうかって言ったらそんなに速いわけではないとは思うんですけど、とはいえなんかロマンの塊ですよね。でベースにした TA02 と FF01 がもうこういう風にしてくださいと言わんばかりの形状をしてるんですよね。なのでこのカスタムされてる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これはやってみたくなっちゃいますよね。でツインモーターのパワーを最大限に発揮したかったのでデュアル ESC 仕様にしました。ホビーウィングのツインモーター用の ESC とかでも良かったんですけど、せっかく搭載するスペースもあるし、さらなるロマンを追い求めてこんな感じにしてみました。ESC は G-Force のスポーツブラシド ESC なんですけど、この青い方が旧モデルのもので、ベックが 6V 1A なんですよね。で、こっちの銀銀の方は現行モデルで、ベックが 6V 3A。なので、こっちの ESC でリアモーターを回しつつ、ベックを出力して、青い方はフロントモーターを回すだけに専念してもらってます。で、このマシンに搭載するバッテリーは、ニセルレポを各 ESC に1個ずつ、このパワフル仕様でやっていきます。で、今回ですね、ESC を2つ搭載してるんですけど、こうすることによってちょっと面白いことができるんですよね。なので、ちょっとだけ見ていただこうと思います。まずはですね、普通にスロットルをオンにすると、前後とも同じ回転をしてくれます。で、私はこのスイッチ3に振り分けたんですけど、これを後ろにすると、後ろだけ、これを前にすると前だけ、いつでも手元で FWD、RWD、AWD の切り替えができるんですよね。かっこよくないですか。さらにですね、このトリム3で調整すると前後の駆動配分も変更できます。やばくないですか。いやーなんかツインモーターデュアル ESC って一気にロマンが膨らみますよね。早く走らせたいな。でも今日は仕様の紹介なのでまだ走らせませんが、 ESC を2つ積んだ時のプロポの設定の仕方だけお話していこうと思います。
ESC ミキシングなんですけど、今回私は3話の MTS でやってます。3話の場合は MOA ミキシングと表記されてます。なのでプロポを選ぶときに2話の場合は ESC ミキシング機能、3話の場合は MOA ミキシング機能っていう記載があれば ESC ミキシングすることが可能です。で、基本的にはですね、通常通りに配線をしてもう一つの ESC を電源線だけ抜いてチャンネル3に差し込みます。で、プロポの設定をしていくんですけど、まずはメニュー画面から AUX を選択してセットの方にカーソルを合わせます。で、この A1 の方をこんな感じでいろんな選択肢があるんですけど MOA にして、で、この右側の数字、モードはお好みな数字でいいんですけど、初期段階で前後の駆動配分を調整するときに、例えばこれを5にしておくと数字が5ずつ変化するので100から1段階下げると95になります。仮にこれを2にしておくと同じように100から1段階下げた場合98になります。なので細かく調整したい場合は数字を小さくしておいて、大まかでもよければ数字を大きくしておくといいと思います。ちなみに私は2です。で、画面右下のキーを押してこのスイッチにカーソルを合わせると、どこのスイッチに切り替えを振り分けるかっていうのを設定できるようになってます。今回は FWD、RWD、AWD の3種類で切り替えたいので3段階で切り替えれるスイッチ3、ここに振り分けてます。で、モードの方にツイーク1と2があるんですけど、これはスイッチのポジションでどの駆動方式をするか振り分けを変えれると。これはですね、どこに何をつなげるかで変わってくるので、やりながらお好みのところに合わせる感じですね。で、さらにトリムの方にカーソルを合わせて、トリムさんが初期段階だとステアリングのデュアルレートになってると思うんですけど、これをこの AUX1 にしておくと前後の駆動配分をトリム3で調節できるようになります。ちょっとややこしいんですけど、プロポによって設定する項目がどこにあるのかとかスイッチの場所とか違う部分もあるので、そこは説明書を見ながらっていう感じにはなっちゃいますが、基本的に設定しないといけない項目っていうのは同じなので、ぜひですね、機会がある方は挑戦してみてください。ということで、また後日ゆっくり走らせていこうと思います。終わりー。